オリオン座イプシロン星はオリオン座の構成で2等星、三つ星の中央に位置する。B 型スペクトルの長距星で白長座アルファ型変更星であり1.68等星から1.71等星の範囲を変更する。ただし変更範囲が小さいので眼視観測では高度変化はわからない。秒速 2000km を超える強烈な構成風により1年間に 太陽質量の約200万分の1の質量を失っている。地球から遠いので年収しさの誤差が大きい。1997年にヒッパルコス衛星による観測結果として距離約412%が提示されていたが2007年には約606%という値が再提示された。再提示された値をもとにして 半径は太陽の42.0倍、質量は太陽の64.5倍、高度は太陽の83万2000倍という推定値が得られている。学名はイプシロンウリアニス。固有名アルニラムの由来はアラビア語で、連なり、つなぎにしたものという意味のアンニザムないしアンナズムと呼ばれていたものを語源としている。アブドゥンラフマーンスーフィーの聖座の書で、 オリオンザ・デルタ星、ゼータ星、イプシロン星の3つ星が、ナザム・アル・ジャウザすなわち、ジャウザーの真珠の首飾りなどと呼ばれていると説明されているように、もともと3つの星の総称だった。2016年7月20日、国際天文学連合の構成の固有名に関するワーキンググループは、アルニラムをオリオンザ・イプシロン星の固有名として、正式に承認した。ありがとうございます。